やっぱりはい。ボンベ君とお母さんの味。ボンベ君とお母さんの味。ああ、じゃダメだ、29秒ダメだ。あ、29秒。無理だ。ボンベ君とあれでユニオン。ユニオンでいいですか？じゃあユニオンから。始めますね。はい、こんにちは。アンサーの時間です。私原が進行していきます。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 または FM ギノワンではツイキャスト、YouTube での音声とネット配信をしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いしますと言いつつもほとんど来ないんですけども、慣れてきましたね。まあ徐々に気が向いたらメールはください。はい、ということでですね、先週はなんだっけな、キノコの話をしたんですけど、秋の味覚ですよね。で、その時にお話ししたのが、まあ、沖縄では、ね、キノコ狩りとか行くんですかね、わからないんですけど、毒キノコとかですね、まあ、たまに食べる方もいるとは思うので、十分気をつけてくださいと、声はかけました。で、食べられるキノコとか、やったんですけどね、結構身近にですね、ありまして、面白かったですね。毒キノコ、食用キノコもあるけど、薬になるキノコがですね、意外と身近なものがたくさんありました。ね、多分先週も言った通り、もしかしてこの効能さえわかればね、薬を、買わなくてもこういう食材とかを掛け合わせた料理で、まあ風邪予防とか病気予防とかになれるのかなと思ったりしましたね。まあ自分はできないんですけど、はい、ということで今週はですね、CM ソングの方をちょっと気になりましてお話ししたいと思います。はい、皆さん沖縄の CM ソングありますけど、何か、心に残るものとかありますかね。小さい頃から聞いていたものとかありますかね。そうですね、昭和世代からするとですね、まあよく聞いたのが何だっけ、忘れてしまったね。パイナップルしか頭に浮かばないさ。なんだ、メイクマンだ。メイクマンの CM とかはね、まあよく頭には入ってきますけど、あれ考えてみたらメイクマンってそんなに歴史ないんですよね。30年ぐらいか。そうなんですよね、意外とないんです。で、まあ最近はよくありますけど、そうですね、まあ毎日聞くとしたらユニオンの歌とかですかね。で、歌う歌手とかもあるんですけど、ラグブルかな。わかりますかね、皆さん。多分、よく聞くと思うんですけど、これがですね、ブルーシールナーの最初の、CM ソングを歌ったグループだと思うんですよね。で、
一番最初に歌っていたあのセンターの人がですね、なんか今はタレント活動をやってるっていうのはよく覚えています。ね、やっぱ沖縄の中でもアイドルになれるだけでもまあすごいんですけど、その中でもちょっとね、輝いてるなっていう感じの人が今はなんかタレント活動をやっていてですね、このラッグブルーですかね、がお菓子御殿とかそういうところにもなんかやってるのをちょっと言う、ね、調べてみたり思い出してみたら、そういえば歌ってたなと思いました。でもすごいですよね、地元だけでも CM ソングで歌っているっていうだけでもいいですよね。まあそれが1曲2曲でもね、そういう経験さえあればね、もう何かあったら声はかけられるし、ということで、まあどっちかというと地元アイドルとかもいるんですけど、まあケツメイシとかいう、そうですね、沖縄が大好きな歌手とかグループとかもよく歌っていますね。でもまあそうだね、一番有名なところでディアマンテス HY とかですね、モンゴル 800D51 で、つい最近職場に来たあの生間明さんっていう方が来たんですけどね、でこの方がやっぱりとても上手でですね、まあ行事があったんですけど、この行事の中で一番盛り上がったのがこの人のライブだったという、ちゃんちゃんというお話でしたね。一番ジージーバーバーが喜んでいたんですよね。まあ孫のも喜んではいたんですけど、なんですかね、全部を飲み込んでしまうっていうあの勢い、見た目はの普通のおじちゃんだったんですよね。大丈夫、私がやりますって自分でマイクとかも運んでたんですけど、歌を歌い始めたら全然違うという、で他にも最もう近々どこかで沖縄のどこかで大きなイベントを起こすのかな、でこの人も名前忘れたんですけど、女性の民謡歌手で、その方の親戚が職場の方の父兄だったんですよね。で来ていたんですけど、まあ普通の歌手ですっては言っていたんですけど、やるイベントがですね、沖縄の中では結構大きい方だということで、ね、すごいですね、この有名になる方っていうのは普通ですって普通に言えますからね。まあそれがプロなのかなっていうのをちょっと思いました。では1曲目お願いします。有名なのかな。
保法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるのところで活動しています。 NPO 法人プロミスキーパーズ。イチゴとかいいですね、ローカル CM ローカル CM に CM とめっちゃ面白いですね。意味わかんない。じゃあ20秒前ですね。この CM が終わったら。0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。はい、どうでしょうかね。よく聞く歌ですけど、一回と長いんですよね、 CM ソングって。で、他にもあるんですけど、おじい自慢のオリオンビールはまあ普通にありますよね。それからカラハイか、カラハイってすればいたね。三角大屋根、本当にそのまんまだそうです。メイクマンの CM です。で、中高の歌、結構歌ってる人有名人ですよ。で、それからユケ、フリマガ、アグレ、いっぱいありますね。リュウちゃんの歌のミナコって誰かわからないけど有名そうですね。で、琉球合わせ残波、琉球泡盛残波ね、わわわわらびも、お母さんの味もありますよ、皆さん。29秒で終わるそうです。早いですね。で、老金の歌もあるんですね。すごいですね。老金相談武士だそうです。大城直也。なんか、記憶に残りそうな歌ですね。で、まあ、一番、そうですね、記憶に残るといえば、まあ、夢の花ですかね。オールジャパン5-5-1? 読めないけど。ホットモットの CM ソングだそうです。まあ、単純、まあ、みんながよくわかるのは、空の風、シャカリですよね。で、それから、パーシャクラブの海の彼方っていうのはよくわかると思います。で、チューブ美容専門学校 CM ソングっていうのもありまして、これがですね、あの CD、沖縄チュラサウンズっていう CD にあるんですけどね、その他にもたくさんあるみたいなので面白そうですね。意外と民謡歌手の作った歌がとても多いっていうのがイメージですね。やっぱり民謡っていうのは楽器少ないですからね。本当にたった一つのみ、楽器で奏でる音でも、弾き語りに近い状態ですので、そうですね、最近のいろんな楽器を使う方と比べると、この音量とか声量とかっていうのがもう本当に直に伝わる。だからもう売れるか売れないかっていう問題ではないのかな。もう頭の中に残るっていう曲ですかね。多分そういうイメージなんですかね。考えてみたらそうですよね。この本当に昔から聴かれる曲、昔から名前はないけど声聞いたらわかるっていうね、もう本当に、なんですかね、生き字引きっていうか、いないといけないっていうような存在になる歌手っていうのは声ですよね。まあそれは最近気づいてはきたんですけど、はい。で、意外と歌って、あの声、綺麗な声の人が人気にあるっていうわけではないんですよね。特徴のある声も、まあみんなにこう音域とか結構ないんですよね。この丁寧なんですよね、声を出すっていう。高音低音の幅が狭くても、そこに合う声を
ちゃんと丁寧に出していくっていうのがやっぱプロなのかなっていうのはなんか聞きながらも皆さんも思ってるとは思います。はい、ということで、CM ソングですね、お話ししているんですけど、皆さんこの沖縄の CM でなんか気になる CM ってありますかね。でオリオンビールとかも昔からはありますけど、自分のもっと昔の方とかってどんな CM を見ていたんですかね。ちょっと気にはなるんですけどね。昭和50年前っていうと味の素とかかな。味の素、でも味の素って元がサトウキビだからね。だからこの結構沖縄がもう横作ってるんかなね、暖かいところとかね。ね、だんだん話が脱線してしまいました、すいません。はい、ということですね、また2曲目いきたいと思います。はい、さすが CM ソングですね。すぐパッと終わりました。はい、ボンベ君ですね。とても懐かしい方もいるとは思うんですけど、確かこの曲がね、できたその前にですね、何かが流行ったんですよ。その何かが流行ったっていうのをちょっとど忘れしたんですけど、それがですね、もう体操とかですね、そんなのも出てきまして、ちょっと沖縄の中では一世を風靡したんですよね。でその後からこのボンベ君の歌がね流れてきたんですけどね、もう見てきた瞬間はね、なんか引きつった笑顔のお兄さんがボンベの姿で踊ってるっていうトラックの上ね、でそばの子供がぬやがやみたいな感じで見て歩いているっていうね、あの風景ね、あれ見た瞬間なんだろうなと思って見ていたらね、なんか人気ソングになって、持続ってすごいですね、継続って。
なんだろうと思っていてもずっと聞いていたら好きになるんですね。怖いです、このテレビも。はい、ということなんですけど、ですね、この沖縄の CM ソング、そうですね、この沖縄のこのローカルの歌手が歌ってはいるんですけど、歌ってる歌手がみんな有名ではないんですよね。やっぱり、有名ではないって言ったらとても失礼ですね、歌ってる方にね。地道に活動してきた人がなんか大体歌っているのかなとは思います。この地元アイドルとかもそうですよね。毎日練習してね、何ですかね、小さいイベントとかにも出ながらね、この歌とかね、この形になってきた時に、だこの CM ソングだけでもなかなかバカにはできないなというのは思いました。誰でしたかね、宇徳恵子さんでした、なんか前テレビでやっていましたけど、串川からでした、なんかあそこら辺から来ましたって言っていましたけど、結構こう沖縄に有名人とかいるんですよね。引退した有名人もいて、チャタンの方にですね、名俳優で今はちょっと引退したのかな、その人が住んでるみたいですよね。今も65とかなる人かな。でもうテレビ見たら、あ、この人わかるっていう人がですね、よくチャタンの方に泳ぎに来ているそうですね。テレビでいろいろ話していました。沖縄ってそんなに住みやすいんですかね。なんかみんなとっても優しいとは言いますけど、どうだろう、でもいろんな他府県から来てはいるから、優しい地元の人はまあ優しいとは思うけどね。はい、ということで、あと2分、早いもんですね。 CM ソングだけでこれだけ時間が経ってしまいました。ということでですね、最近は暑くなったり寒くなったりですね、だんだん あの秋の様子がちょっと強くなってきましたね。でもそろそろ12月の雰囲気が近づいてきましたね。発表会迎える学校とかもあるのかな。12月もう早いところはもう発表会も終わったそうですね。でも働いている保育士とか幼稚園の先生とか小学校からすると、今の時期終わってとてもホッとするっていうのはとても、まあ、正直な気持ちとは思います。でもね、父兄から見ると、ちょっと早いんじゃないと思うんでしょうね。まあ今のご時世、まあ暑い中で練習して倒れるよりかはね、この涼しい中で安全に終わった方がいいっていうのがあれなのかな。ということで、今週の放送ももうそろそろで終わってしまいますね。早いものです。10月ももう後半になって、もうあと1週間ぐらいで11月だ。早いですね。さあ、お父さんお母さんももうそろそろクリスマスの準備をしないといけなくなりましたね。もうそろそろいろんな誘惑のチラシが来て、子供がとんでもないものを指さす時期がやってきましたよ。今おもちゃ高いんですよね、みんな。三輪車だけで8000円とかするらしいですよ。びっくりでした。ということで、また来週お会いしましょう。皆さん体調に気をつけてください。ではさようなら。